ラスムセン事務総長、温かい歓迎の言葉をありがとうございます。各大使閣下、ご列席の皆様、日本は国際社会のためになすべきことを実行する用意がある。2007年、日本の総理として初めて NAC で演説するという栄誉をいただいたとき、私はこう申し上げました。あれから7年、再び日本の総理となってこの場所に戻ってまいりました。そして今、国際協調主義に基づく積極的平和主義の旗を掲げ、7年前の約束を果たしつつある、そのことをお伝えできることを私はとても嬉しく思います。日本は第二次世界大戦後70年近くにわたり平和国家としての道を歩み、一貫して国連憲章に掲げられた自由、民主主義、人権、法の支配など基本的価値の実現に尽力してきました。今後ともこの方針を貫いていくことに一点の迷いもありません。日本は同時に国際平和協力から軍縮、不拡散や国際テロ対策、人間の安全保障の推進、そして防災協力に至るまで個別の分野を通じて世界の平和と安定に着実に貢献してまいりました。カンボジア、ゴラン高原、ハイチ、そして南スーダン、さらにはインド洋でのテロとの戦い、イラクにおける復興支援、世界中で冷戦終結後5万人もの自衛隊員が平和のために身を尽くしてきました。国連 PKO には米国に次ぐ 11% の財政負担を行っています。190の国と地域に総額3000億ドル以上の ODA を実施してきました。日本の ODA は今年で60周年、振り返れば戦後貧しい頃からアジアの友人をはじめ世界に支援の手を差し伸べてきました。そのような揺るぎのない平和国家としての歩みを礎に、日本はこれまで以上に世界の平和と繁栄に強くコミットしていきます。空の自由、海の自由といった国際公共財を守り抜くため、より積極的な役割を果たさなければならないと考えています。これが私が掲げる積極的平和主義です。その決意を我が国初の国家安全保障戦略を作り明確にしました。その戦略を確実に実現していくため新たな体制も整えました。今や重要な意思決定はすべて私直属の国家安全保障会議が機動的に行っています。日本は NATO の必然のパートナーである。ラスムセン事務総長はこのようにおっしゃいました。私もこれから賛同いたします。なぜ日本と NATO なのでしょうか。私が進める地球儀を俯瞰する外交において、同盟国である米国とともに欧州諸国は基本的価値を共有するパートナーです。そして NATO は価値に基づく同盟を掲げて、また大西洋を越えて米国と欧州を結ぶ同盟です。地球儀を俯瞰する日本、世界の平和と繁栄に向けて積極的平和主義を実践する日本、その日本にとって基本的価値を共有する NATO は必然のパートナーなのです。我々は冷戦に共に勝利しました。